はい。で、キジはね、すぐ、取ったらすぐ腸抜きをしないといけないので、やりたいと思うんですけれども、ちょっとね、腸抜きをね、さっきね、抜いた時になくしてしまいました。で、代わりにこのアイスピックでやりたいと思います。まあ、アイスピックでもね、できないことないんで、やりたいと思います。まず、肛門の周りの羽をむしって、キジは腸は長くて太いんで、すぐに取った方がいいですね。すぐに取って急速に冷やした方がいいですね。まあこんなもんでしょう。これくらい取ったら、本当は腸抜きでね、くるっとフックでできるんですけど、まあ、これで容量は一緒なんで、これでちょっと出してあげて、あとは何か。もうちょい、来たか、来た。で、必ずグローブしてやってくださいね。で、切れやすいんで慎重に。ちょ、切れちゃったか。おぶつまみれになっちゃうんで、結構長いんでね。もう少し出るかな。飲むか。結構抜いたから飲むかな。そうですね。そしたらウェットティッシュで拭いてあげて、しっかり、消毒します。そしてあと急速に冷やすという感じですね。よし、これで OK。